今回はデュエマのオリパを発見しました。1パック5枚入っていて300円なんですが、ちょっとね運試しのつもりで1つ買ってみましょう。なんかね豪華なラインナップになってるんですが、ほんまにこんなん当たるんでしょうか。まあなかなか当たらんと思いますが、最近ですね、ボンシールのところの息子がデュエルマスターズの大会に毎週のように出てるんですが、毎週のように1回戦で負けております。そしてね、1回戦で負けた人は参加賞をもらうために最後までそこの店内にいないといけないっていう、そういうね、お店もあるんですよ。で、負けた人はね、すごいね、時間潰して暇だなーっていう感じになるんですが、300円のね、オリパがね、売っていたので、まあ、1個だけね、買ってみようかというので、買ってみました。で、今回ね、そのね、オリパがどのようなカードが入っていたのかを、ちょっとね、息子と一緒に開封したいと思います。さあ、それではですね、今回こちらね、買った、まあ、オリパですね。オリジナルパックですね。で、300円で5枚カードが入っているってね。まあ、お店のところの、こちらこんなん出ますよっていうところでは、結構ね、いいカードが書いてあるんですけど、まあ、あんなもんほんまにね、当たるはずがないんやろな、思いながら。爆音 5000GT。何かは入ってない、まあ、すごいいいカードはそんな入ってないと思うんですけど、はい、まあ、当たりなんか外れなんか分かりませんが、ちょっと息子に開封してもらいましょうか。はいよ。じゃあ、行きますよ。こっち上で正しい。大丈夫だ。みんなにいきなり開けた瞬間見えたりせんのかな。大丈夫？え？大丈夫？え？ちょっと待って。スリーブけど入ってるのあれじゃない？だからそういう仕様なんじゃないの？だから全部がそういう感じで入ってるの。置いとこうか。あ、だからこれが何もスリーブ入ってないやつで、これがまあスリーブ入っているから、ちょっとまあ置いとくということでね。ほい。まあもうないね。はい。3枚しかないんだそれ。え、ここ2枚入ってる。2枚入ってたん？あ、ほんまに？ほい。ほい。ゼーブラーゼ。水文明。近づけすぎたらぼやけるかもしれない。ちょっと。じゃあ次いきます。これ電脳ハルカス1、これ水分で電脳ハルカス1、いや次いきます。はい、ウェーブクリランスター水分で水縛りやね。まあけどこれ今回最新パックのね、あ、これ最新なんか、最新バージョンの。ああ、で問題ほなこれやんね。問題これやなあ。ちょっと待って、え、危ない、今ひっくり返したんか、あったらどうしたんこれ。ちょっと危ない、え、ちょっと待って、え、あれ？え、ちょっと待って。これ端っこになんか見える。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、この絵柄って何なん？ 20 周年の可能性が高いかな。20周年 ?20 周年？ちょっと待って、ちょっと待って。20周年で高いのが結構あるってこと？ 20 周年高いというよりレア、当たりにくいのが多い。レア？うん。は多い。これけどさ、水縛りできたんやろ？うん。あれ左上のとこにさ、何があったっけ？シャコガイルが書いてなかったの？あったな。シャコガイルってあんなにいくらすんのよ。あれ A バージョンも9000円。9000円？ B で14000円。いやいやいや、けど水縛りできてんやろ。いや、あるん違う。あるんちゃうの。まあこの向きでいこうか。そう、え、これがこう。あ、そういうことね、そういうことね。これでいきます。はい。うん。こうはみ出さないねこれで。そうそう、そこらへんやな。まずこれいきますよ。うん。お、ここけど水縛りじゃなかったな。温泉ボイラーっていうのがこう来ましたけど、はい。ということで、さあ、けどこれね、ヒート水やもんね。これわからん。なんなんやろね。ここら辺に見せる。ここら辺がいいかな。ここら辺が、何来た。いきますよ。来た。うわーマジでえ、あれ、あそこの店のさ、ガチャというかあれのトップじゃないの？違う？一番高い。え、マジで？うわ、嘘。え、割と綺麗。うわうわ怖っ。いや、マジで。うわ、すげえ、来んねんな、こんなん。いや、おめでとうございます。今食ガエルをいただきました。いやこんなんなんぼあってもありがたいんでとか、いやごめんちょっと使われへんわ食ガエルに関しては。はいということでそこのお店のオリパでは書かれてるようにちゃんとその商品が出てきました。車高ガエルが来ました。いやこれすごい。300円よ。300円のオリパで車高ガエルはマジですごいわ。うわーめっちゃ取ったやろ。いや取りすぎやろすごいな。こういう感じ、これは奇跡的やわ。うおーまさか来たね。どんだけ。いやちょっと震えてるわ。ということでね、本日のオリジナルパックの開封ですけども、車高ガエルが出ました。まあね、1回ですね、負けたからね。負けたからこそ、時間があって、これをしたということでね、時間なかったらね。そう、息子が負けてくれたから、車高ガエルを当てることができました。マジで